Aloha. Welcome aboard. Stop requesting.いいね、なんかね、ハロウィン。じゃあいただきます。久々だね、あのビッグシティダイナー来たのね。ここのねハンバーグステーキはマジでうまい。これいただきます。うんうん、うまっ、うまい、グレービーがうまい。それでカリカリになったこのねオニオンリングがうわー乗ってて、これもうんカリカリでうまい。で僕は今ご飯を食べてないので、ご飯の代わりにフライドポテトに変えてもらいました。はい。そしてこのこれは何、炒めたサラダというか野菜というか、スチームじゃないねこれね、あれうんうん、うまっ。ウィンドワードシティモールに来たらビッグシティダイナーでこちらのランチおすすめです。大野です。大野。結構細かい食べ物屋さんとか銀行、セブンイレブンもあるし、ロング、ステディーズ、スーパーカッツ、ウォールグリーン、あとペッコ。ペッコって意外、以前僕がハワイ界でチョビのタグを作った、あれと同じ店で、これ目の前今スターバックスなんだけど、これドライブスルーがあるんでみんな車で並んでて、まあ、レンタカーで来た人はこういうとこでスタバでも、英語ができない人はスタードライブスルーの方がちょっと難しいかもしれないね。ね、すぐ裏には家があってね。セーフウェイもあるじゃん。うん。僕がいつも使ってる封筒はこれなんですよ。ロングスで、3ドル99で10枚入ってて、カードと封筒が一緒になってるんですよ。
これとこれマハロと、シャカがない。あ、シャカがない。アロハでいいか。あ、これもそっか。これも持ってた気がする。あ、あった。これこれこれ。シャカ。これこれ。なんか飛び出してるみたいに見えるね。うん、本当だ。絵なんだけど。これでいつも視聴者さんプレゼント。これで送ってまーす。あれ？みんな大好きロングスドラッグス。どれが送られるかはお楽しみってことで。
ークのうん、サンドバーとか行くのって確かここから出るんだったと思うんだよね。ちょっと僕もそういうツアーに行ったことないんで分かんないんだけど、それがもうすぐ満月だからかあれだね、満潮というかちょっと海が高いね。高いね。田舎に入ってきたよね。これがカミハミハハイウェイっていうか旧道なんだよねこれね。うん、だいたいみんなカヘキリハイウェイっていうもっとメイン通りの方からハリウワとかあっちの方面に向かうから普通の車だとね、ここは本当に住んでる人が通るぐらい、です。海が見えてきた。一応海沿いだから。違うから撮ろうかな。
はい、ということで、カネオヘからウィンドワードショッピングセンターからクアロアに来ました。でこちらのバス停で降りたんですけど、バス停番号2457、もうここが目の前がクアロア牧場、そしてもう右を見ればチャイナマンズハット、すごく分かりやすいです。はい、でこちらの公園、まあこれ道になってて、ずっとまっすぐ行くと、まあ、駐車場
ずっとなってて、まあ行き止まりなんですけど、まあこちらでちょっとピクニックねしたいななんていう方はこの中に入っていって、あの一応お手洗いなんかもあるんですけど、決して一人では来ないようにね。じゃあちょっとビーチパークの方ね見てみましょう。すごいね、ビーチの目の前。すごい可愛いねこのバス停ね。もうなんか田舎って感じじゃない？一応オープンデイリーって書いてあるから毎日空いてるんだ。ジェラシックバレー。なんかバスジープみたいなのに乗っていくツアーだよね。行ってみようかね。なんか極べの炭の焼ける匂いがするね。どっかでバーベキューしてるね。あ、ここだ。極べの匂いがする。うん、いい匂い。でここがクアロア牧場の正面の入り口なので、まあ直接クアロア牧場に来たいなという方は
こちらのバス停で降りると本当に上の前ですけど、マカネオヘオン方面から来た場合はちょっと一個手前のねチャイナマンズハットの公園で降りて、まあ、テクテク歩いてもそんなに時間かからないので、あっちで降りてもこっちで降りてもまあそんなに距離はね遠くないので、じゃあクアラ牧場の方に入っていってみたいと思います。横断歩道が遠いんだよね。いや、クアロア僕も来たのなんかすごい久しぶりなんだけど、昔はサークルアイランドツアーっていうのをねツアーバス運転してた時は週に 2,3 回はもう来てて、ここでお昼を食べるっていう設定だったんで必ず寄ってたんですよね。でお手洗い、お土産コーナー、そして、まあ、レストラン、あとは乗馬ができたり、そのジェラシックパークで撮影されたロケ地をちょうどあそこに泊まってるね、あれね、あれだよね窓がないあれ、多分元はスクールバスだったやつかな、改造したやつ、あれでなんかジャングルの中を入っていくっていうツアーがあるんですよ。僕そういったツアーはちょっと一切やったことないんですけど、ちょっとやってみたいね。ねえ、馬いるよ馬。でこれ見る限りほとんどレンタカーの車が止まってて、ツアーバスは止まってないんで全然お客さん来てない感じですね。なんでこういう風に並んでるんだろう、うん、こんにちは、こんにちは何か待ってるね、誰か待ってんの。ちょっと近づいてきた。普段はねもっとわーって放牧してる時間帯があるみたいなんだけど、今日はこの2頭しかいないね。こんにちは、どうも、カイです耳が後ろ向いちゃってる。でっかいなぁ、ねぇ、もじもじしてるじゃあちょっと行ってみましょう。いや、ほんと久しぶり。いや、もう何年も来てないよね。10年来てないか。あ、でもまあ、友達連れて寄ったことはあったかもしれないけど、うん、そんなに新鮮な記憶はないなあ、すごいな、バスいっぱいあるねうん、ジュラシックパークツアーバス。なんか鶏も綺麗だね、すごい綺麗。オンドリが女4匹連れてるよ、モテモテやん。子供だったんだろうけど綺麗だよね、なんかね、うん、美味しそう。フリフリチキンにしてやろうか。
いや懐かしい、この階段登るのもなんだか懐かしいわ。なんかもうクローズなんじゃないの、いっぱい人が出てきたけど。